こんにちは、ゆきよのガングレビューです。今回はガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットウィングガンダムエンドレスワルツ版アーリーカラーバージョン、こちらを見ていきたいと思います。はい、パッケージ正面には超合金のロゴがついてます。ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジット、宙に浮いた状態のウィングガンダム製品版の写真がデカデカと載っております。そしてサイドにも箔押しがされて豪華です。反対側のサイドも一緒かな。そして天面、おお、かっこいいですね。底のデザインも一緒っぽい。そして裏面、新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ版デザインのウィングガンダムをカトキはじめ氏の初期イメージ由来のアーリーカラーで立体化。はい、ガンダムウィングのエンドレスワルツ版ということで、劇中ではもう破壊された後で出てきてないんですよね。エンドレスワルツのデザインで活躍してたらこうだっただろうなというカトキ氏のデザインが元になっているということでね、このデザイン自体はね、劇場版エンドレスワルツのパンフレットに設定画が載ってたようですね。さあ、というわけで幻の機体なんですが、いやー、派手なカラーリングですよね。でも背中のデザインを見る限りは、あ、これウィングガンダムだなっていうのがね、一目瞭然でわかります。はい、そしてウィングガンダムといえば忘れてはならないのがこちらのバードモードですね。このバードモードのデザインはテレビ版にかなり近いですね。まあ細部は全然違うんですけど、シルエットはテレビ版そのものって感じがします。そして隣はアクションポーズとなっております。さあ、では早速開封していきましょう。オープン。お、まずはブリスターが入ってますね。あ、今回は、お、やっぱりいつも通りですね。はい、ブリスターと発泡スチロール。はい、パッケージ内レイアウトはこんな感じになっております。1段目のブリスターにはシールドやバックパック、バスターライフルなどがついております。そしてこちら本体です。これ後でね、出すときに重さ確認しましょう。はい、そして2段目のブリスターには台座と手首パーツ、ビームサーベル、そして予備の角がついてますね。そして説明書、表紙のポーズがテレビ版のタイトルコールをちょっと彷彿させますね。はい、そして部品一覧表に稼働範囲の説明など載ってます。台座の説明と武器の説明、そして変形工程ですね。こんな感じです。さあ、では超合金の重みをいつも通り味わっていきましょう。といってもね、ウィングゼロのリデコなので、すでに重さはね一回体感してるはずなんですけど、覚えてないからね。さあ、この瞬間がいつも楽しみです。あ、ずっしりきますね。うん、結構ずっしりきます。いいですね、この重み。あ、そして所々ね、ひんやりとしております。はい、それではまずは箱から出した状態でぐるっと一周見ていきましょう。まだ何も装備しておりません。背中が見れるのは今のうちですね。はい、一周回ってぐるっと。ではこの状態のまま、まず近くで見ていきます。足の裏のモールドはこんな感じです。中に金属が見えます。はい、メタルの質感ですね。そして足回りの塗装とかも細かいですね。塗装じゃないな、担保印刷か。はい、ポーションマークがね、至るところに入っております。そしてグレーとホワイトのツートンもいいですね。情報量がかなり増えてるように見えます。ここにもメタルが見えますね。はい、そして下半身はほとんど真っ白なんですけど、上半身が派手ですね。はい、かなり見栄えのするカラーリングになっております。こんな感じですね。派手派手ですね。どこのスーパーロボットですかって感じになってますけど、はい、こちらもね、カラーリングが派手な割には担保印刷も綺麗に入っていて、うん、本当ね、スーパーロボットと、リアルロボットの、うん、中間っていうかね、うん、いい感じになっております。いい塩梅ですね。そして胸周り、いや、これかっこいいでしょう。はい、リデコなんですけどね、リデコというかもうほとんどリカラーなんですけどね、かっこよさが全然違うな。僕はこういうのも大好きですね。ゼロの色もシンプルでかっこよかったんですけど、これはまたかっこいいわ。すげえな、色のマジックですよね。いやー、かっこいいです。はい、後ろはこんな感じですね。あ、ウィングつけてないのでね、ネジとか見えております。いや、すごいな、このかっこよさは。発色の鬼。
ではゼロの時と内容かぶりますけど、今回も稼働範囲を見ていきましょう。もう4年も前だから忘れてるね。まずは頭部はボールジョイントで、首の付け根は前後スイング可能。そして腕ぐるっと1回転。そして引き出し関節がありまして、前の方にこのように腕を持ってくることができます。引き出し関節ですね。後ろはあんまりいかないかな。はい。そして横方向へのスイングはちょっと腕のアーマーをどけながらだと、おお、かなり上がりますね。こんな感じで上がります。そしてロール軸で、ここにもロール軸がありますね。腕のアーマーを後ろに持っていくこともできるようになってます。で、肘は二重関節になっていて、はい、ここまで曲がりますね。そして手首はボールジョイントで、で袖の部分でこのように角度付けもできるようになってます。で、ボディですね。ボディはまずは横方向への稼働、かなり最初だからね、ギチギチ硬いですけど、このように動きます。で、前後ですね。前方向に後ろ方向で、背中から見るとね、前にのけぞった時に、のけぞる、前にのけぞるじゃないね、はい、ここに黒い部分が出てくるようになってます。そしてフロントアーマー、フロントアーマーは上方向にこのように上がります。で、サイドアーマーはですね、このように動くほか、後ろの方に変形の恩恵で持っていくようにできます。で、股関節はクランク状ですね。今後ろにあります。このように前に足を持ってくるときは、前にクランク状が移動するようになってます。前方向に、そして後ろ方向、あ、リアーマーも今回動くんだよな。はい。どうもね、食玩に慣れてるとリアーマーが動かないようなイメージがあるんですけど、後ろこんな感じですね。で、水平方向は、はい、ここまでですね。で、ロール軸はこれぐらいです。で、膝は、注目は、やっぱりね、太ももの動きと膝アーマーの動きですね。はい、二重関節になっていて、このように動きます。ここもウィングゼロから特に変わりはないですね。でも今見てもね、やっぱりすごい動きですよね。うん、こういう動き大好きですね。はい、何回もやりたくなるね。で、足、ここはね、ボールジョイント接続になっております。このようにグリグリ動きます。回転軸ね。で、上下で、つま先も変形の恩恵でこのように動きます。あと接地角ですね。内側と外側。それでは稼働以外のギミックも見ていきましょう。ウィングガンダムゼロのリデコ商品ということで、こちらのウィングガンダムにもゼロシステムが搭載されております。まずは耳の青い部分ですね。こちらが通常状態です。そしてゼロシステム展開状態はこちらの状態になります。はい、展開して白いところが見えてますよね。左右でこんな違いがあります。これはね、展開ギミックではなく取り替えですね。部品を取り替えることによって再現するようになってます。はい、展開状態はこんな感じですね。そしてマシンキャノン展開、あんまり開かないね。もうちょっと開いてほしいとこですけど、こんな感じですね。そして型ですね。型は、このグレー部分ですねを下に下ろすと、ここも展開して上に上がります。はい、こういう感じですね。で、引っ張ればね、もうちょっと上がるかな。はい、そして赤い部分も下に下ろすと、はい、これで腕の展開状態ですね。あとは変形の恩恵でね、この部分が動いたりします。はい、そして腕のこの部分は新規パーツになってますがね、ここね、ゼロの時よりちょっとね、グラグラしてるな。ちょっと弱いかな。爪部分が下方向にこのように移動させることもできます。そして付け根部分はこのようにね、伸縮するようになっていて、伸ばした状態でくるっと回してさらに押し込むことによって、こういう状態にすることもできますね。はい、この辺はね、結構自由に動きます。で、このアーマー自体も展開します。よっと、はい、展開したらこういう状態になりますね。腕はこんな感じです。で、胸の部分は、この部分を前に引っ張ると、ここの黄色い部分ですね、ここも前にせり出すようになってます。お分かりいただけただろうか。こ
こういう感じですね。はい、前に出した状態で、さらに下の部分ですね、ここも下に展開することができます。はい、展開状態、まあこんな感じかな。さあ、そしてフロントアーマーですね。フロントアーマーの横方向に展開ギミック、さらに下に引っ張るギミック、よっと。はい、でサイドアーマーですね。あ、ちょっと見にくいな。サイドアーマー先にやった方が良かったかな。サイドアーマーも赤い部分がこのように上方向に展開します。でね、中からウイングが出たりするんですけど、これ変形専用なので今は出さないです。後でやりましょう。はい、そして次は足ですね。足は表ではなく後ろです。ふくらはぎ部分がこのように開きます。左右に開きます。でその下の部分ですね、ここも展開します。ここも展開してね、黒い部品が出てくるようになってます。こうですね。ちょっと向こうの足が邪魔だな。こんな感じですね。はい、ゼロシステムで展開した状態、左右で見比べるとこんな感じですね。近くで見ようかな。はい、こんな感じで展開しております。次は新規造形部分、ウイングの可動範囲について見ていきます。まず付け根部分、変形の恩恵でこのように上に伸びるようになってます。左右で比べるとこんな感じですね。そしてその付け根部分ですね、後ろ方向にこのように動くようになってます。はい、そして回転軸もありますね、ぐるっと。でここがねちょっと変わってるんですけど、スイング軸の他にですね、はい、ヒンジが見えますね。なんか知らないんですけどね、ここ伸びるようになってますね、こんな感じで。はい、左右で比べるとこんな感じでだいぶ本体から離れますね。うん、こんな感じで伸びるようになっております。で意外なのがね、この部分特に可動範囲ないんですよな。ないんですよなって。ないんですよね。はい。動きそうでしょ。どこもね、とにかく、あ、ここ動きそうっていう部分は、ことごとく動かないですね。これ一体型ですね。ただこれはね、僕的にはありですね。ウィングゼロはね、羽の自由度がありすぎて、ちょっと遊びにくいよなと思った感じがあったのでね。うん、今回はいい塩梅だよな。遊びやすくなってます。ではウイングを装着していきましょう。中央の部分と、さらにバックパックの両端ですね、ここに溝があるので3箇所で止めます。まずは真ん中ですね。よっ、あ、結構固めですね。よし、固いことはいいことですね。そしてさらに左右のロックをはめていきます。はい、これで装着完了ですね。ウイングが装着できました。オプションパーツ一覧です。交換用手首一覧、ビームライフル持ち用とビームサーベル持ち用、表情のある手首、エネルギーパックが全部で9つ。そしてエネルギーパック用の断層ポート、まあマガジンラックですね、左右に1つずつで、先ほどのゼロシステム用の展開耳に予備の角パーツ、これ今ついてるものと同じものです。そしてバスターライフルにバスターライフル用の補助パーツで、シールドにビームサーベル。オプションパーツについては意外とシンプルでした。そして専用台座、この状態はモビルスーツモードで飾るようになっております。後ろの2本のアームでウイングを支えます。そして真ん中の支柱で本体ですね。でバードモードに変更した時は真ん中の支柱をこちらに変更して支えるようになってます。はい、バスターライフル全体はこんな感じになっております。で後ろの青い部分がね、変形の恩恵でこのように動きます。まあ、変形可動ですね。そしてこちらの3つのエネルギーパックを装填していきます。まずは本体を後ろに引っ張ってロックを外します。はい、カチッと言いましたね。そしたらエネルギーパックをそれぞれ装填していきます。上に1個、そして下に2個ですね。エネルギーパックをつけることでテレビ版のバスターライフルに形がだいぶ近くなりますね。3つ取り付けたらロックします。はい、こんな感じですね。お、見覚えのある形になりましたね。そして手に持たせるときはこちらの専用の手首パーツに握らせます。そろそろ可動指にしてほしいな。うん、豊富な手首パーツもまあいいんだけど、やっぱり可動指がいいな。ゴムですからね。はい、これで、手首ごと交換ですね。はい、バスターライフルはこんな感じ。そして
断層ポート全体はこんな感じです。先ほどと同じようにエネルギーパックを装填することができます。まずは1個目ですね。1個目装填したら、この部分のロックを押して、はい、これでロックですね。これで落ちなくなります。で、真ん中にもエネルギーパックを入れて、よっと、はい、そしてこちらからロックですね。はい、これで真ん中も落ちなくなります。最後にもう1個、合計3つ、さらに後ろからロック、はい、これでね、3つともエネルギーパックか、エネルギーパックが落ちなくなります。これ後で腕に取り付けましょう。そして腕に取り付けるよりね、左右1つずつあります。次はシールドとビームサーベル。まずシールドですね。ぐるっと1回転、こんな感じになっております。こちらも担保印刷が綺麗ですね。はい、そしてここにジョイントがあります。これ展開するとね、このように横方向に出てくるので、別売りのウィングガンダムのね、ツバークとか装備できそうです。まあ、このウィングゼロ自体には、特に意味はないですね。はい、そしてこちらがビームサーベル、エメラルドグリーンのクリアパーツになっております。で、ビーム部分は取り外して、シールドの裏にビームサーベルの柄の部分を装着しておくことができます。ここですね、ここに差し込んで収納と。で、腕に持たせるときはね、このアタッチメントパーツを使います。それぞれ2種類あります。持たせ方が違うのでね、後で説明します。ダンスポートは腕のアーマーに取り付けておくことができます。はい、取り付けるとこんな感じになります。反対側も取り付けてみましょう。両腕に取り付けるとかなりごっつくなりますよね。はい、こういう状態ですね。で、腕の横にこんなのがあって、どうやってシールド取り付けるんだっていう話なんですけど、まずはこちらのジョイントですね。これお好みによってね、どちらにでも取り付けることができます。まあこっちでいいかな。はい、そして腕の後ろの部分ですね、ここのジョイントにはめ込んで、見えるかな、ちょっとウィングが邪魔なんだよな。はい、シールドを取り付けるとこんな感じですね。かなりね、これもやっとするんですよね。何がもやっとするって、なんかね、位置的に中途半端なんだよな。うん、まあでもこれ以上どないしようもないしな。これで正解のようですね。ちなみにですね、断層ポートなしの状態でもやっぱりね、なんかもやっとするんだよ。こういう感じになってるんですよね。腕まっすぐにするとね、なんかね、中途半端に後ろなんだよな。真横につけたいんだけどできないな。うん、もう一つの接続方法はこちらのジョイントを使います。まず腕の横の装甲を引っこ抜きます。そして腕にこのジョイントを取り付けて巻きつけるように、はい、このように装着します。そして装甲を元に戻す。はい、そしてくるっとロールを使って腕を後ろに回します。腕の装甲ですね、装甲を後ろに回します。まあちょっとね、ウィングと干渉するんだけどね。はい、で、拳は前向きですね。で、ここの穴にシールドを取り付けると。この方法だとね、割とシールドが真横に来るんだけど、ちょっとね、取り回しがあんまり良くないかな。なんか窮屈なんだよな。はい、そう、ウィングとね、この断層ポットが干渉 しやすいのでね、やっぱりなんか窮屈なんだよな。いまいちね、シールドの付け方がしっくりこんな。どの方法もね、2つのパターンがあるんだけど、どっちの方法も個人的にはしっくりこんな。うん、皆さんだったらどっち選びますでしょうか。僕は先の方がいいかな。うん、ちょっとね、腕のバランスがあんまり良くないような気がする。まあ個人の好みですね。バスターライフル、そのままでも結構保持強いんですけど、長時間水平に構えた状態でディスプレイするときはこちらの透明補助パーツですね、こちらつけておいた方がいいかもしれないですね。うん、特にね、分度として普段遊びするときとかは
まあなくても問題ないんじゃない？こんな感じで一応保持はします。ポーズをつけるとこんな感じです。同シリーズのウィングガンダムゼロと比べるとこんな感じです。いやしかしね、色が違うだけで全然印象が違いますね。ではバートモードに変形させていきます。武器は取り外した状態から始めます。まず足ですね。膝アーマーをロック外します。はい、ロック外れるとね、このように独立して動くようになります。反対側も同様にロックを外す。そしたら、足を折りたたんでいきます。後ろ方向に曲げて、そしてクランク状にですね、グイッと折り曲げます。そしたらここに穴があります。ここですね。この穴と膝アーマーを噛み合わせてロック。反対側も同じようにします。後ろに足を折り曲げる。ちょっとね、関節が硬いんで時間かかるかもしれないですけど、ゆっくりやらしてくださいね。はい、ゆっくり変形させていきます。そしたらロック、もうちょっとかな、もうちょっと曲げた方がいいか。はい、これでロックできるだろう。はい、ロックが終わりました。さあ、そしたらね、ここから後ろですね、ここアンクルアーマーの後ろのカバーを開きます。あんまり開かないんだよな、うん、ちょっと開くだけですね。でちょっと開いたら、この横のアンクルアーマーをね、アンクルガードをくるりと回転させます。するとね、さらに後ろが開くようになります。さあ、そしたらもうあとはね、目いっぱい回る限り回しましょう。ふーっと、はい、左右で見比べるとね、こういう感じになりますね。回転させると反対側もね、同様に回転させていきます。ここも硬いんだよな、まあ、まだ初回の方ですからね、硬いのはいいことです。何回か変形させているうちにね、慣れてくるでしょう。はい、さあ、そしたら、次はね、足首を変形させます。そしてアンクルガードは上に移動させます。前の部分ですね、こうですね。はい、足の変形はこれで完了ですね。あとはまっすぐ整えて、こういう感じかな。はい、そしたら次はサイドアーマーですね。サイドアーマーの変形、赤い部分のカバーを開いて、そしてウイングを取り出す。ウイング取り出したら元に戻す。反対側も同様に赤い部分をカバー開いて、そしてウイングを取り出す。結構細かい変形が多いですよね。はい、そしたらサイドアーマー自体を後ろへ持っていきます。背中の方ですね。はい、さあ、そしたら次はバックパックいきますか。ちょっと角度調整しますね。バックパックの付け根部分を上に伸ばします。よっと、反対側も伸ばす。はい、そしたら、バックパック自体を背中から外して、そして、クランク状にね、下へ持っていて、ここのロック穴でロックします。
よっと。はい、これでロック完了ですね。さあ、そしたらね、腕の変形ですね。腕の変形はまず腕自体を前に来るように回転させます。こうですね。そしたら肩アーマー横に引っ張り出します。そして下に下ろす。反対側も同様に横に引っ張り出して下に下ろす。はい、そしたらね、シールドと本体を合体させます。ここにね、切り欠きがあります。これが合体ジョイントになりますね。シールドを奥まではめ込みます。ここ結構硬いんですけどね。よっ、はい、きちっと貼り回りました。そしたら次はですね、ちょっとね、これ腕が本当ね、プラプラするからロック機構欲しいとこなんですけどね、ついてないんだよな。はい、まずはですね、ここにロック機構があります。この黄色い部分ですね。それとシールドのこのジョイントですね、これがロックになります。この部分を合わせて、はい、そしたら今度はシールドとロックします。はい、この2箇所でね、ロックします。はい、これでバードモード完成ですね。もう結構長くて迫力がある。はい、それではバードモード完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。ぐるっと、はい、全体はこんな感じです。上からと下から、結構でかいんだよね、画面ギリギリです。はい、近くで見ていきましょう。大迫力なんですよ、本当に。結構ね、長いですよね、刀身が。はい、そしてシールドからの本体とね、なってるんでね、相当長いですよ、これ。はい、全体はこんな感じですね。うん、いいですね。テレビ版と違ってね、足のくるっと、下半身の回転がないのでね、だいぶ変形パターンはゼロに近いっていうか、まあほとんど本体自体がゼロなんでね、うん、だいぶ変形パターン違うんですけど、ウィングとシールドのおかげでね、やっぱウィングガンダムに見えますね。いや、これはこれでかっこいいわ。で、ちょっと残念なのがね、やっぱりね、ここだよな。うん、これほんとプラプラしてるんだよな。なんだろうね、これ。もうほんとね、後で調整します。バーニッシュの径だ。うん、個体差だといいんだけどな。皆さん買った個体はどうでしたか。腕のね、とにかくね、腕周りが緩いよな、全体的に。これね、ゼロの時より緩い感じがする。はい、造形はめちゃくちゃかっこいいんだのにな、そこだけが残念ですね。はい、バードモードこんな感じです。で、台座にセッティングするときは、ここのシャッターが開くようになっております。ここですね。はい、このように開けて、ここに台座セッティング用のジョイントがあります。あ、すいません、ここ分けるの忘れてましたね。ここです。はい、バードモード2体並べるとこんな感じです。では戻し変形もしていきましょう。バスターライフルを取り外して、戻し変形はね、簡単にしていきます。説明短めでやっていきます。そしてバックパック元に戻して、そして腕、肩アーマーを元に戻して、腕を横に、あ、取れた、まあいいや、後で取り付けます。で、サイドアーマー、お、なんか硬いぞ。サイドアーマーの中にウイング収納。反対側も同様ですね。カバーを開いてウィング収納で、足ですね。ここはね、結構くせ者といえばくせ者かな。まあ先に外すか。あ、これね、結構外れやすいんですよね、膝アーマー。外れたらね、取り付けておいてください。ロック解除して足を伸ばす。足を伸ばす。で、この足を伸ばした後のね、ロックの再
膝のサイロックですね。ここは結構コツいるんですよね。ここですね、このちょうど裏側にロックジョイントがあるのでね、そこに合わせるようにはめ込んでいきます。ちょっと足を動かしながら、これがね結構コツいるんだよな。あ、はまったかな。あ、はまりましたね。はまったらね、ちゃんとこのように連動して動くようになります。反対側も同様ですね。ここですね、ここに合わせてで、はめると。ちょっとね、膝を動かしながらはめた方がいいかな。あ、はまったね。はい、こんな感じです。まあ、ここが鬼門だな。うん、うまくやろうと思ったらなんか膝アーマーが外れちゃったりね、そういうこと多いと思います。ここの回転も硬いよな。うん、馴染むまでに時間がかかりそう。いいよ、いいよっと。おっしゃ、これで本体は完成かな。あとは整えて武器をつけたら完成ですね。大きさはエントリーグレード144分の1、ガンダムやペットボトルと比べるとこれぐらいです。はい、というわけで今回の動画は超合金ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットウィングガンダムエンドレスワルツアーリーカラーバージョンのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。はい、レビューして思ったこと、ただ一言、めちゃくちゃかっこいい。いや、なんだろうね、このド派手なカラーリング、ほんとね、動画映えするよね。ウィングゼロの方もね、かなりお気に入りだったんだけど、個人的にはこっちの方が好みかな。とにかくカラーリングがスーパーロボットでいい感じだわ。あ、ちなみに途中で発売されたスノーホワイトプレリュードは、そっちはね、スルーしたので、今回4年ぶりということになります。でね、思ったのはね、やっぱりね、4年ぶりに触ると、当時大絶賛だったんですけど、やっぱりね、4年も経つとね、他にいろいろめちゃくちゃ出来が良くて遊びやすいハイエージトイっていうのをね、数多く触ってきたからね、やっぱりちょっと設計が古いよなって気はしますね。というのも、緩いところとかね、ポロリがあるとか、あとは変形機構があるんだけどね、ロックされてないとか、やっぱりね、今見るとかゆいところに手が届かないところが多いな。あとは個体差かもしれないんですけどね、腕周りがね、とにかく緩い。腕のアーマーとかね、ゼロ触ってる時はそんなに緩く感じなかったんだけどね、経年劣化かな、やっぱり。うん、もうすでにね、ゼロ、スノーホワイトプレリュード、そしてこちらのウィングガンダムとね、3回目の登場となりますからね、もしかしたら金型も多少へたってるのかな。まあそんな感じですね。ただ、もう一回言わせてもらうと、めちゃくちゃかっこいい。もうこれにつきます。いや、もうほんとね、こうやってね、立たせてるだけでもね、脳汁出るぐらいかっこいいんだよ。はい、というわけでね、当分一番目立つところに飾っとこうかと思います。はい、今回の動画はそんなところですね。これ以外にもおもちゃ、フィギュア、プラモデル、いろいろ動画上げておりますので、そちらの方もよかったらご覧ください。こちらのね、ゼロの方も動画上げておりますのでね、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。